皆さん、こんにちは。今日は、バレンジアの石破24個すべて回収したので、それらを埋め込む王冠を取りに行きたいと思います。王冠は、トルバルドの洞窟、というところに眠っているのですが、まずは、盗賊ギルドのベックスのところ兵器、宝石24個を揃えたことを報告しに行こうと思います。宝石の回収が完了したことを報告することで、次のステップとなる王冠回収クエストを受注することになります。いやあ、ベックス、宝石の方は回収してきたよ。Unbelievable. You must be the first person to set eyes on all 24 of them and, well, the last two eras.というわけで、王冠の回収クエストを受注できたので、トルバルドの洞窟へ向かおうと思います。トルバルドの洞窟自体は、宝石を回収している過程で訪れたアンシルバルドの近くです。内部は、結構複雑かつ狭い空間になっており、収録中も自分で言うのもなんなのですが、見やすいカメラ移動が難しく、見づらい映像となってしまいました。皆さんがトルバルドを探索する際もおそらく、ほとんど一人称視点でプレイする羽目になるほど、三人称であると視認性が悪いです。このバレンジアの石のシリーズの中では、せっかくのラストダンジョンなのに、カメラ映りが悪いといのは、残念なところでした。冒険者でもいそうな雰囲気ですが、誰もいない上に、死体さえもないですね。私の敵種類増加モッドのせいで、雷の精霊がいますね。本来は、野生の肉食系動物がいるはずなので、訪れていた冒険者は、野生動物に襲われてしまったのかもしれません。ちょっと気になるのは、このキャンプの演出が、まさか、ロア解説の方で触れている、モロインからのキャラバンのものではないよね?ということです。バレンザイア関連の書籍によると、4期の初期にキャラバン隊がこのトルバルド洞窟へ逃げてきたことが綴られているのですが、未だに焚き火に火が灯っていることはないと思うので、新たな冒険者のものだとは思うのですが、ダンジョンの序盤以降は、ファルマーとの戦闘がメインのようです。自分の敵増加モッドのせいで、嫌っていうほどファルマーだらけだったです。ダンジョン構造は複雑なのですが、繋がり方などがすごいよくできていて、良いダンジョンであることを収録プレイ中も再認識していました。ただ、やっぱり、三人称での視認性が動画撮影という観点では見栄えのいいものが撮れないのかな、と。過去の自分と戦いながら、あるいはバニラであっても、それなりの数のファルマーと戦闘をこなしながら進むと、奇妙な幽霊が手を振っています。手を振っている方向に行くと、全然目的地とは違う方向に行ってしまうので、注意が必要です。トラップもありますし、もしかしたら、好意で手招きしているのではなく、悪意で手招きして、彼らと同じ運命をたどるように仕向けているのかもしれませんね。我々の目的である、王冠のありかは、幽霊の存在を追っていく感じです。そこいら中にキャラバン隊の荷物が散乱しているのを見ると、昔は、この洞窟派、モロインド側と繋がっていて、キャラバン隊派モロインドからトルバルド洞窟を経由してスカイリムへ逃れようとしている途中で、ファルマーに襲撃されてしまったのかもしれませんね。敵の名前が、ダンマーゴースト、
と書かれているので、ここで死んでしまったキャラバン隊の幽霊なのでしょうけど、襲ってくる理由に興味があります。彼らと同様に、ここで命を落とすように襲ってくるのか、それとも、バレンジアの王冠を守るために襲ってきているのか、という。ようやくバレンジアの王冠をゲットです。このクエスト自体、過去にこなした回数なんて数回程度なので、少しだけ新鮮です。ダンジョン自体は、過去にドワーブン遺跡が大好きだった頃などに、用事もないのにそれなりの回数を訪れていた記憶があるのですが、そこいら中にバレンザイア関連の書籍が転がっているのが気になるのですが、それだけ、このクエストとバレンザイアという人物に関連性があることを強調したかったのかな、と思います。用事も済んだので、リフテンに戻ろうと思います。ベックス、王冠も回収してきたよ。I knew you had it in you. After all, finding the stones was no easy feat. クエスト完了の合図と同時に、プローラーズ、プロフィットというパッシブパークが追加されたのですが、ムービーなどが流れるわけでもないので、そっけないものです。発動中の効果の項目には、しっかりプローラーズプロフィットが追加されているので、このクエストを完了させた後は、宝箱を開けると、結構な量の宝石類が入っているはずです。また、バレンジアの石を完了させると、デルビン・マロリーに納入すると増えていく、ギルドの目玉アイテムの展示の中に、バレンジアの王冠が飾られます。私は、バレンジアの石のみに焦点を当てているので、他のデルビルコレクションが一つもなくて寂しい見栄えなのですが、バレンジアの石が完了したことだけは、しっかり目立っている感じです。カジーと女性には全然似合わないバレンジアの王冠ですし、隣で裏切り者のマーサーが邪魔するので、最悪のショットですが、皆さんのプレイヤーキャラなら、見栄えもいいキャラだと思うので、良い記念写真になると思います。短編ロアの方で、バレンザイア関連のことを解説しているのと、皆さんがゲーム内で入手できるバレンザイア関連の書籍を読むと、このクエストのバックグラウンドなどがわかり、鬼畜クエストながらも、味わい深いものになると思います。このシリーズは、ここまでとなります。シリーズ通して、ご視聴してくれた皆さん、ありがとうございます。皆さんにも、良いスカイリムライフを、under my protection. You watch yourself now.